はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。6月12日ね、まったりとした午前、暑いね、今日ね、これね、蒸し暑いね、こんなんあんまり過ぎちゃうんですけどね、ほんまにね。今日はですね、ランチに呼ばれてましてですね、この近くのホテルの中華行くんですけど、まあそれが12時やったかな。はい、まあそれはいいんですけど、出かけなあかんなと思いながら喋ってるとどうも落ち着かないんですけど、アメリカの大統領選挙なんですけども、今バイデンさんが支持率でやや優位というふうな報道が見られるようになりましたね。まあ、分かりません、これは。11月ですからね、投票が。で、まだバイデンさんが7月ですか、確定するのがですね、まあもう決まりですけど、そこでまあ一回盛り上がってと。で、まあトランプさんのも確定するんですね。そこからですね、7月から11月までがまあ選挙みたいなもの、まあ1対1の対決になるんですけども。ここのところのですね、アメリカのその例のですね、デモの騒ぎでですね、これだいぶトランプさんにマイナスの影響があったんちゃうかというふうに言われています。というか、まあ出てますね。まあでもさもありなんと、週刊文春でございます。昨日届きましてですね、読んでます。これね、まあ最近文春法復活でね、今回もまた嘘の女帝小池百合子と同居男疑惑の錬金術とか書いてあって、まあもう読んでると嫌になりますね、これこういうことやってはんねんなということでね、ほんまに、まあええけどみたいな。佐々木マレ逆上、渡辺謙、テイクアウト不倫とかって、これ例の機能からですね、多目的トイレが問題になってましてですねなんやねんそれと思いながら、もう全然これ二人とも僕知らんのでね、そんなこんな人おるんかみたいな、もうテレビ見ない人間ですからね、こういうこと全然わからない、まあええけどっていう。やっぱり文春のね、いいところはね、こう連載記事なんですよ、ほんまに。これ池上彰さん、こうかな、池上彰さんですね、そこからですかって、これ毎週楽しみに読んでるんですけど、今回アメリカの軍と州兵の関係というのをですね、ちょっと解説、ここが丁寧に解説をしていただいて、なるほどなるほどと、アメリカっていうのは50のステイツっていうふうに、で成り立ってますね。それを束ねるからユナイテッドステイツというふうに言うわけです。合衆国というふうに、日本語訳はちょっと変なんですけどね合衆の州はね、八重洲の巣でええんちゃうのと、州、なんとか州、なんとか州、ミズリン州とかワシントン州の州でええんちゃうのと思うんですけど、なんか知らんけど合衆の州はですね、衆議院の州になってますね、大衆という意味ですけど、まあそれはいいんですけど、最近ね、涙まで出てくるんですよ。この前眼科の先生に聞いたらね、ここのね、下に行くね、パイプがね、詰まってんやって言われて、まあそれもええんですけど、今回ですね、デモでですね、そのトランプさん、こんなこと書いてあります。これに対しトランプ大統領はツイッターで口汚く罵り、各州の知事に州兵の出動を要求しました。必要なら軍を動員するとまで発言しています。国内の騒動に軍隊を動員する、これではまるで戦争ではありませんか。実は首都ワシントンのホワイトハウス前での抗議運動が暴動に発展した5月29日、外の様子に怯えたトランプ大統領は妻子と共に一時ホワイトハウス地下の核シェルターに避難しました。怖がってんのかよお前はっていうのが、アメリカの大統領ですよ。まあ、世界の王様と言っていいこのおっさんがですね、デモに怯えてですね、核シェルターに逃げるっていう、情けなって。各州知事に州兵の出動を促すトランプ大統領は、抗議行動の拡大に怯えていることを伺わせます。早く州兵を出して鎮圧しろと叫ぶ様子は本人の焦りの表れでしょう。なんと言いますか、トランプさんね、もう
なんていうか随所にこのなんていうか俗人ぶり、俗な人ね、世俗の俗ね、俗人ぶりを見せてるんですけども、まあでも一方で熱烈なこう支持者がいるわけです。でこういう話を聞くとね、あの僕がアメリカ人やったらね、あの情けないな自分らのボスはと思うんですよ。核シェルターに隠れて州兵出せとかって、まあね気持ちは分からないでもないけど、もうただの人やんそれ。でね、アメリカってね、なんて言いますか、アメリカの大統領っていうのはね、もう少しね、こう毅然とした人になってほしいなと。僕アメリカ人じゃないと思うんですけど、こんなんありますね。1957年のこと、アメリカ南部のアーカンソー州リトルロック市の教育委員会は、白人専用の高校に学業成績優秀な黒人学生9人（男子3人、女子6人）の入学を認めます。アーカンソー州ね、クリントンさんが知事やったところです。これに起こったのが、黒人差別主義者だったアーカンソー州のオーバル・フォーバス知事。人種共学が強制されるなら地域の平和と秩序を維持することができないと言い出して、武装した州兵270人を動員して高校を包囲し、黒人学生の入学を阻止したのです。これ有名なエピソードなんですよ。これが報道されると、驚いたアイゼンハワー大統領は州知事に州兵の撤退を要請します。知事は州兵を撤退させますが、高校の警備はしませんでした。州兵が撤退すると、白人至上主義者の集団が高校に乱入、大混乱になります。いるでしょその KKK みたいな連中が、アメリカには今でもいるんですよ。業を煮やしたアイゼンハワー大統領は大統領令を出して、アーカンソー州州兵を連邦政府軍に編入します。知事が命令できなくしたのです。その上、正規の連邦政府軍兵士1000人をリトルロックに送り込みました。黒人の高校生たちは連邦政府軍に守られながら投稿したのです。今から63年前、アメリカはまだこんな状態だったのです。まあね、その後もアメリカでは黒人差別が続きます。1963年5月にはアラバマ州バーミンガム市で、奴隷解放宣言100周年を記念するデモ行進が行われました。ところが、人種差別主義者で知られる地元警察のユージン・コナー署長はデモ隊に警察犬をけしかけ、参加者を次々に逮捕しました。黒人のデモ隊に警察犬をけしかける、これは白人至上主義者の警察官の常套手段でした。まあね、そう、ちょっと飛ばします。この時大統領はジョン・ F ・ケネディでした。3000人の連邦政府軍をバーミンガムに派遣し、アラバマ州兵を連邦政府軍に編入して事態の収拾に当たりました。つまりね、あのアイゼンハワーもケネディもですね、その州兵を出してですね、まあ、あの差別を反対する姿勢を立派に示したわけですね。あのアラバマ州っていうのも、まあ、かなり南部のですね、ディープサウスと言われているところでしてですね、まあ、激しい、レイシズムの連中がいっぱいいるわけですよ。まあね、今回もね、その僕はよう知りませんけども、こう全国的に広がって、あの今朝の新聞読んでたら、フランスまでデモやってるっていうことですね。ヨーロッパに行かれた方はご存知だと思いますけども、パリとかロンドンっていうのは、なんて言いますか、人種のルツボみたいになってまして、その白人の街では決してないですよね。まあそれはね、どんどん移民が、旧植民地からの移民でそうなってるんですけども、今回のこの騒ぎでね、トランプ大統領はアイゼンハワーでもなく、ジョン・ F ・ケネディでもなく、核シェルターに隠れて州兵出せって言ってるわけですね。なんとも情けない。なんていうかね、トランプさんね、あの軍歴がないんですよ。つまりアメリカ軍に所属したことがないんですね。アイゼンハワーさんってご存知の通り、第二次世界大戦でアメリカ軍、ヨーロッパ方面のアメリカ軍の総司令官であった人ですね、将軍ですね。ジョン・F・ケネディはですね、その当時海軍大尉でございます。魚雷艇に乗ってですね、
ソロモン海域でですね戦った経歴があってですね、日本の駆逐艦に体当たりされて沈没したという、まあ、軍歴をお持ちでございます。昔のねアメリカの大統領って皆さん軍歴があって叱るべしだったのね、徴兵制とでございます。でトランプさんもですね、あれですね、あのトランプさんが20歳ぐらいの時にアメリカはまだ徴兵制度って残ってます。でトランプさん、まあ、その徴兵で州兵に行く検査を受けたんですけども、足が悪いということで免除されています。で何十年か経ってですね、新聞記者に、あの時悪かった足は右足ですか左足ですかって聞かれたら忘れたって言うでしょ。そういう方が大統領になるとデモを見て怯えてですね、核シェルターに入ってですね、州兵出せって叫ぶわけですね。大丈夫かなと思うんですよね。まあ人のこと言えませんよ。日本だってあの小池のおばさんみたいな知事やってますからね、ほんまに。もうどいつもこいつも情けないなと思いながら、あの文春を読んでおりました。はい、皆さんどうもありがとうございます。